はじめの一歩ベストマッチモードフリーマッチチャレンジ試合観戦やったで気分ええなチッセオウんんてらおれ行くぜクラやアホンダレクソタたれうわーうわぁおのれ逃がさんはもろたでうわぁもう一つおまけやアホンダラ とだめや行くで、行くで、行くで,行くでーこれもろて、立ってられるかーどないする気や腹渡た言えくり返っとんやうがううあかんう目の前、チカチカ言うとるわ。泣き言なんぞ言えんわ。くそったら !6 番と7番が持っていかれよった。とつき倒したで最高の気分や わいは無敵や誰でもかかってこんかいしばき倒したで真っ向勝負でいくでどつきあいは望むところやエンジンかけていくでそんなん無駄やで上等や我慢や我慢根性ならわいの方が上や首根っこ引っこ抜いたるかかってこいやこれもろて 立ってられるか腹の虫が収まらんわ倍にして返したらごっついいで終わらしたるわ腹渡にえくり返っとんやギッタギタに叩きのめしたるほんま見上げたやつやで逃がさんわいてこましたるわ勝負やチャラにしたるわ一でも倒れへんわこの声援を裏切るわけにはいかへんわてらぁどないしてくれようかのう無駄や 小賢しいわんやこれ、男ならどつきあいやどこまでも追い詰めるで熱うさせるやんか調子くれよって気迫負けはせえへんで白黒つけたるわなんぼもろても壊ないわがっちりブロックせな舐めるのも大概にせえや拳固めて待っとけや迎え撃ったる隠れた競合か。おもろいやないか幕の内、今日こそ決着つけたるわいは、 夢でも見とるんかいな。一度でええから、思いっきりどつきたかったんや。近づいてズドンや。涼しい顔してられんのも、今のうちやで。チャンピオン、ワイの拳を受けてみや。速攻で潰したる。ワイに帰るは通じへんで。ほな、行かせてもらうで。さすがやな。威圧感あるわ。あん時の決着、つけさせてもらうで。燃えてきたで。 全力でぶつかるまでや。ど付き合い運を教えたる。ワイの拳はピストル以上やで。貴様が無敗なんは、ワイとやってないからや。幕の内のパチモンか。さっさと終わらせるで。すぐに捕まえたる。右でも左でも相手したるで。世界2位の実力、確かめさせてもらうで。やっとスカッとしたど付き合いかませる相手に巡りようたわ。楽しみや。 ワクワクするわ。ごっつう強い相手と、どついてとつかれて勝つ。ワイは強いんやと、心の底から思えるやんけ。ワイはその瞬間が大好きなんや。おのれには借りがあるよって、必ず返す。男と男の勝負や。国内でワイと対等に打ち合えるんはマクノチだけや。唯一あの男だけが、最高の気分にさせてくれるんや。 あの続きがまたできるんや。待ち遠うしゅうてたまらんわ。ばあちゃんに言われた通り、わいは強なったで。しゃけど、まだまだわかってなかったわ。強い言う意味がわかってなかった。その答えが目の前にある。この男を倒せば、答えが出るんや。自分より上がいるゆうんは、絶対認めへんよ。 わいらはそういう人種や。幕の内の拳は何度でも人をやる気にさせる拳や。あれは活人の剣や。ごっつ痛いで、わいのげんこつは。人が困ってるのを見て見えないふりはでけへん。助けてと言われて聞こえないふりはでけへん。東京の猫はぬるいわ。野生味方たらん。もっと俊敏に動かなあかん。破壊力はわいの方が上や。 これが、どつき合いの勝負や。これだけのパンチも取る男を、めったにお目にかかれへんやろ。そうや。こういう打ち合いがしたかったんや。くクくらラする。さて、どないしてくれようかのう。アナドれんわ。しゃあけど勝つのはワイや。今の貴様はただのサンドバッグに見えるで。なんや、それは幕の内。それが貴様のボクシングか。見たかワイのパンチよ。これが日本一の拳や。 カウントやめい立つわ油断したのはこっちが悪い。シャーけど腹の虫が収まらんわそれでこそ、ワイが待ち望んだ幕の内一歩や幕の内これが進化したワイやちびっとだけ狩りを返したで。どうや幕の内これでも立てるかやっぱり幕の内のパンチは効くな。まだまだやれるでワイは負けられへんのや。リベンジしたる小野 先導の動きは複雑ではない。パターンをつかむんじゃ。どうや。これでも涼しい顔ができるかまだ足らへんか調子くれよって。こ、この楽器は。ごっつ切れるパンチ打つやんけ。でもこんなん余裕やで。この試合に勝って、もう一度幕の内とやるんや。ざっとこんなもんや。ワイの拳は変わらないで。ダイナマイとパンチ炸裂や。 なんや、動きについていけん。ないなヘナヘナパンチに倒されるとは。あかん。調子が今一つでえへん。今の貴様はただのサンドバッグに見えるで。なんや、それは幕の内。それが貴様のボクシングか。見たかわいのパンチよ。これが日本一の拳や。カウントやめ 立つわこんなんで終わらせるかいそれでこそ、ワイが待ち望んだ幕の内一歩や舐めどんのんかい早よ立ち上がってこんかいワイはまだまだ物足りへんで弱なったなサムラ。おもろいやないかいこういうのは待っとったんやぶちのめしたるどうや今度こそ KO やすっきり勝ったるでこれなら文句なしやろ。前ん時とは別人や。 このままじゃい由品や。悔しいが、テクニックじゃ叶わへん。まあ、こんなもんやろな。これが力のさあや。まだまだケツが青いな、ね。舐め腐るやって、わいを怒らせたようやな。板垣、いてもたる。どんなもんや。これが王者の拳や。ベルトは渡さへんで、舐め腐るよってからに。 少しはやりよるようやな。パンチ力だけは認めたる。気を失っとるんやないかこれ以上やっても無駄なだけやで。あかんあかん。怪我するだけや。リングが一瞬ジャングルに見えたで。あかん。遊ばれとる。わいより本能で戦っとる感じや。どうや。目が覚めたかきついのお見舞いしたで。これはちょっと立てへんやろ。 なんやわけがわからへん。右左どっちやったほんどりゃ。舐めたらあかんで。わいの小節はワールドクラスや。仕掛けなんてあらへん。これが実力や。もっと怒ってもええんやで。命がいくつあっても足りへんで。さすがは世界や。もっと本気出さんとあかんな。涼しい顔、ボッコボコにしたる。どうや驚いたか。 宮田、これがワイの力や。あかん。動きについていかれん。なんでや。なんでワイのパンチは宮田に当たらへんのや。テクニックでは、宮田の方が一枚上手か。見たか、リカルド・マルチネス。これが最強の拳や。まだまだこんなもんやないで。ワイが世界の王様や。さ。 さすがは世界の王様や。しんどい試合になりそうやな。くっ、体中がビリビリ痺れよる。これでどうや。これでしまいや。新人王になるんはわいや。え、え、パンチ持っとるやないかい。踊れや。ぶちのめしたる。聞いとらへんで。しょっぱなから全開で、ねじ伏せに行ったるわ。この時を待ってたんや。ギタギタに叩きのめしたる。幕の内幕の内。 新人王の借りはきっちり耳揃えて返してる。ついでにベルトはもらっていくで。わいが勝つんや。行くで初防衛戦でずっこけるわけにはいかへん。幕の内と再戦するまでは防衛し続けるで。この時を待ってたんや。ギタギタに叩きのめしてる。幕の内あん時の続きをしようやないかい。沢村、今回はきっちりと KO で。 落とし前つけたるさかいな。どんだけ実力の差があるか。それを分からせたるで。板垣、星や板垣と比べるつもりはないが、実力は確かめさせてもらうで。なんや、緊張感に欠ける相手やな。調子狂うでや、ほんま。近づいてズドンや。わいにはそれしかあらへん。癖のあるジャブを放つ言うけど。 完封したるで。最高のファイトにしようやないかい。宮田。ついにや。ついに天下を取る日が来たんや。ええー、さっきやないかい。気に入ったで。こ夜や幕の内幕の内